3、2、1。どうもご視聴いただき誠にありがとうございます。みーちゅぶです。今日はですね、またタイトルにセリアと書いてあるんですけども、今回は前回と違って家庭で使う LED ではなく家用品を買ってまいりました。これですね、これもセリアのロングセラー商品ですね。自動車のこういう隙間ですよね。結構ですね、私ここの辺物を落とすんですよ。お金とかね、スマホとか、それからですね、例えばで言いますと、すぐしまえばいいんですけど、こういう切れてしまった LED のポジションキューとかですね、あらーって落としたまんまになったり、まあ、たまにね、こう掃除してて500円が出てきたら、ああラッキーだなとかって思う時もあるんですけど、そういうものもね、こういうところに落ちてしまうと探すのも大変ですので、今回購入していきました。サイズの方ですね、取り付け可能サイズですね。シートとコンソールの隙間が 30mm から 55mm、 商品サイズの長さが 410mm、 直径が 65mm となっております。なので、隙間を埋める小物が落ちないということになります。じゃあね、アウトにつけた場合どうなるかっていうのを見ていきます。ではまずこのラバーのね、シートベルトのキャップを、よいしょと、はい、シリコンカバーですね、これ取り付けたものを外します。よいしょ、いいよと。はい、では続けてこの穴の開いてる方をここに入れてやります。はい、こんな感じで入ってまいりました。で、あとは押し込むだけというふうになっております。このアルトの狭い隙間でもいけそうですね。はい、こんな感じで、じゃあもう片方取り付けていきますね。では両方はまりましたので、ボタンしてこいつを落としていきましょう。さてどうなるのか、いきますよ。3、2、1。おお、おおじゃあこの辺上からいってみようか。3、2、1。あ、これならスッと取れそう。これも、もうちょっと押さないといけなかったな。はっ、入っちゃった。押しが足りなかったですね。すいません。はい、失礼しました。もう少しですね、クッションを押し込んでやる必要がありました。ちょっと隙間がこれぐらい空いてたので、その隙間から逃げちゃいました。じゃあ改めて、3、2、1。そこそこ、まあ、すいません。まあ、この辺からですよね、普通はね。はい、3、2、1。オッケー。こっちに転んでも、あっちに転んでも、手軽に取れるという感じですね。さっきのはごめんなさい、偶然です。はい。では、本日はですね、この100均で買ってきた隙間埋めクッションのご紹介でした。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございます。評価、コメント、チャンネル登録、お待ちしてます。では、さよなら。また会いましょう。